リテラシーとは、原理では、読解記述力を指し、転じて、現代では、適切に理解、解釈、分析し、改めて記述、表現するという意味に使われるようになり、日本語の識字律と同じ意味で用いられている。ちなみに、古典的には、書き言葉を正しく読んだり書いたりできる能力という、限定的に用いられる時代もあった。もともとは、 書き言葉を作法にかなったやり方で読んだり書いたりできる能力を指していた用語。英語ではラテン語のリトラチャスから派生したリタートの名詞型リテラシーを用いる。ドイツ語、フランス語などではアルファベットから派生したアルファベタジーターン、アルファベタゼーションなどを用いる。その後この用語は様々に類推的、拡張的に用いられるようになり、 一般的には何らかの分野で用いられている記述体系を理解し、整理し、活用する能力を呼ぶようにもなっている。そしてまた、書かれた言語に限らず、様々な言語、コミュニケーションの媒体を適切に読み取り、適切に分析し、適切にその媒体で記述、表現できることなどを指すようになってきている。また、 情報がある形で提示されるに至った経緯や発信者が隠そうとしている意図や目的まで批判的に見抜く能力まで指すようになってきている。このように現代には様々な新しいリテラシーがあると考えられるようになっているのである。現代的なリテラシー20世紀に放送メディアが発達し、人々はそれらの影響を大きく受けるようになったが、そうしたメディアで情報操作や 世論操作が行われ、様々な問題が生じることが増えるにつれ、メディアリテラシーの重要性が解かれるようになった。一段高い視点から、送り手の悪しき糸を見抜き、流されている情報をそのままうのみにせず、その悪影響を回避する能力まで指すようになっている。近年では、社会の情報化が進み、多様で大量の情報が流れ、人々は良くも悪くもそれに影響を受けることが多い、ため、 情報リテラシーの重要性は指摘されている。各領域の人々は、それぞれの領域で特に必要とされる、記述、表現体系を扱う能力を、リテラシーと呼ぶようなことが行われている。放送メディアの解読、分析、発信が必要とされる人々の間では、リテラシーといえば、メディアリテラシーを指し、コンピュータを扱う技術が必要な職場では、リテラシーといえば、 コンピューターリテラシーを指し、会計関係者の間では、リテラシーといえば、財務諸表等の会計情報を扱う能力を指す、といった調子である。欧米では、古典的な意味も、新しい意味もどちらも、リテラシーや、アルファベタゼーションなどと呼んでいるが、日本語では、古典的意味はすでに、式字という訳語で定着しているので、新しい意味の方だけが、リテラシーと呼ばれ、 結果として二つが呼び分けられているような状態にもなっている。フランスにおける18世紀及び19世紀の書き言葉が読めない人々の率。1720年頃の段階では読み書きができたフランス人は約35%に過ぎなかったことが読み取れる。その後、教育制度や社会環境の改善によって書き言葉を読める人々を増やしてきた。 現代の世界各国の大人の指揮事実。話し言葉というのは耳が聞こえ声が出せる人ならば、一般的に言えば、何ら教育を受けたことがなくても、幼い時から日々家族と接しているうちに、いつの間にか、それなりに、それを使うことができるようになる。ところが、書き言葉を扱う能力はそうではなく、基礎段階の訓練が意図的に行われないと身につかない。現在では、 先進国と呼ばれている国々でも、ほんの数百年前まで書き言葉を扱うことができる人々の割合はかなり小さかった。多くの国家が様々な意図のもと、国民の識字率を改善する政策を打ってきた。だが、現代でも識字率が低いままに止まっている国、地域もまた多く存在する。書き言葉を読んだり書いたりできないということは、 しばしば書き言葉を伴って成立している様々な領域との接点を失うこと、教育が十分に受けられないということ、また読み書きを前提とする社会制度や地位には組み入れられてもらえないことを意味する。結果として、識字能力を持たない人々は、リテラシーを持つ人々と比較すると様々な不利益をこむることが多い。人間の基本的な権利を守ったり、 人間らしい生活を送るため、悲惨な人生を避けるためには、識字能力は必要だと考えられるようになっており、ユネスコなどが世界各国の人々の識字率がどの程度のレベルにあるのか実態調査を行っている。様々な領域、体系がそれぞれに高度化、進化を重ねており、各領域ごとにリテラシーがあると考えられるようになってきている。例えば次のようなものである。 ありがとうございます。